読書を乗り切るためのお酒はこれだ。お疲れ様です、ライドウです。今日紹介するのはこちら、こだわり酒場のタコハイつぶれ梅。こちらサントリーさんから期間限定で発売されています。こだわり酒場のタコハイつぶれ梅とは、1980年代から1990年代にかけて人気を博していたチューハイをリバイバルして、昨年2023年に販売を開始したこだわり酒場のタコハイシリーズの初となる限定新作品で、 CM キャラクターを田中みな実さんが務めていることでもおなじみですよね。レギュラー版は何にでも合わせやすい飲みやすさで気に入っていたので、この初となる限定品はまさに待望だったので、飲むのが楽しみじゃねえ。さあ、そんなこだわり酒場のタコハイつぶれ梅、どんなお味に仕上がってるんでしょうか。それではこちらをレビューしていきましょう。こちらのデザイン、タコハイといえばのホワイトを基調に梅を思わせるピンクが配色されていて、すっきりシンプルかつキュートなデザインですね。それではこちらを開けていきましょう。こちら香りはほぼないかな。その分飲むのが楽しみじゃね。それでは皆さんお疲れ様でした。乾杯。ほんのり爽やか梅感、おいしい。さすがタコハイ、梅の味風味に関してはほんまにほんのりって感じじゃね。梅フレーバーって結構酸味が効いとったり、梅感がしっかりしとるの多いんだけど、それでは対極極北のお酒。梅的酸味もあるっちゃあるんだけど、めっちゃほんのりなんよね。じゃけ刺さるような感じもないし、梅的な甘みもほぼないと言ってもいいので、その分めちゃめちゃ飲みやすいね。切れ味に関しても正直切れ味はないかなと思うので、逆にそれも飲みやすさに拍車をかけとるよね。飲み応えに関しても正直ないね。じゃけど飲み応えがないのがマイナスではなくプラスなんよね。その分スイスイ飲みやすく何にでも合わせやすい感じやけ、いやーさすがタコハイじゃねー。ちなみにアルコール度数は 6% ということで、そうね、アルコール感もほぼ肝心かな。その分ね、誰にでもおすすめできるね。こちらリリース情報によると、プレーンサワーらしい食事を引き立てる味わいをベースに、梅酒や梅エキスを使用することで夏にぴったりのさっぱりとした飲みやすさが特徴ですとのことなんですが、まさにその通り、さっぱりとした飲みやすさは特質問ですよ。ちなみに希望小売価格は 350ml が148円過去税抜き、500ml が200円過去税抜きとなっています。めちゃめちゃ安いとまでは言わんけど、結構お手軽なお値段だと思うけ、これはね、日々飲むのにちょうどいいお値段、コスパじゃねえ。ちなみにタコハイの名前の由来は、海にいるタコとは関係なくて、お客様により良い晩酌時間をお届けしたいという思いから、大井幸と書いてタコハイから来ているそうなんですよ。いや、なかなか洒落た粋な名前よね。じゃあわしもあやかってタコ堂に改名しよっかな。本日紹介したこだわり酒場のタコハイつぶれ梅のまとめ、味としてはめちゃめちゃすっきりさっぱりしたお味。梅の風味は確かにあるし、梅的風味も感じるんだけど、めっちゃほのかなよね。その分すっきりさっぱり爽やかじゃし、飲みやすいし何にでも合わせやすいという、日常に溶け込むめちゃめちゃ重宝するお味やね。シチュエーションとしては、公式であるサントリーさんが言っとるように、めちゃめちゃ食事に合わせやすい、食事に合わせるべき。まあもちろんね、これ単体で飲んでも美味しいし全然いけると思うんだけど、やや軽すぎる嫌いがあるので、やっぱね、食事に合わせてほしいね。特に和食じゃね、和食と合わせれば間違いないよ。合わせるおつまみとしては、ということで食事系、特に和食とはめっちゃ合うと思うんだけど、その中で特にこれっていうのをあげるとすれば、個人的には魚介系と合わせたいかな。海鮮のガツガツ食いながらこれをごくごく飲む、これで夏も乗り切れると思うよ。私ライドの超個人的思考としては、さすがタコハイ大味噌でしました。正直ね、めちゃめちゃいいね。これノーマルのレギュラータコハイを飲んだ時も思ったんだけど、この手があったかーっていう感じだよね。こちらにもある通り、めちゃめちゃプレーンなんよね。プレーンなサワーなんよね。味風味の主張は強くないが、タコハイでしか味わえない味風味は確かに存在してるという、縁の下の力持ち黒子として絶対欠かせないなーと思えるお味なんよね。とにかくね、そんな感じでめっちゃ重宝すると思う、これが一家に一本あったら。ほんまね、日常に溶け込む、日常的に飲みたいお酒だなーって思ったね。お酒売り場に行ったら数多のお酒があるけど、ついついこれを手に取ってしまう、そんな感じだよね。
そんな感じでレギュラーのタコハイもめちゃめちゃ売れとるらしいし、さらにそこにこの限定の梅フレーバーが出たことによって相乗効果でレギュラーもこの限定品もさらにさらにさらに売れるんじゃないかなと推察するね。そしてやっぱね、このすっきりさっぱり梅感が夏にねめちゃめちゃ合うね。例えばがっつりした酸味でめっちゃすっきりするのもいいんだけど、このすっきり感さっぱり感は唯一無二だし、これでね夏も乗り切れる感じするね。そして何回も言っとるけど飲みやすさは半端ないので、お酒ビギナーからベテランまで、そして老若男女誰しもが飲みやすく誰しもが受け入れられるお味だと思うので、これを見てくださってるあなたが飲んでも美味しいと思うので、ぜひね一度ねお試しいただきたいね。夏を乗り切る糧になるお酒、それがこだわり酒場のタコハイつぶれ梅でした。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。動画の感想など何でもコメントに書いてくださいね。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ライドウでした。見てくれたあなたに多くの幸あれ。